ということで、はい、まあ、僕の方はね、だいぶ開拓が進んできてるんですけど、はい、まあ、今日そこの草集めをして、はい、まあ、秋とか冬までに、そこもちょっと何か植えれたらなというところ。はい、で、まあ、ここ、後々、その、機械が入って全部また一掃するんですけど、うん、そこら辺とかも全部一掃するつもりなんですけど、うんうん、その際にですね、多年草が植わってると、うん、多年草ってね、何でも取れるようなもの、植わってると、入ってしまうと問題なんで、邪魔にならないとこやったらいいよ、ということだったんで、ここ見てください。ちょっと、ここ雑草ボーボーなんですけど、ここにアスパラガスを2個だけ植えようかなと。2個 ?2 本だけ植えようかなと思ってますんで、はい。そのアスパラガスを今後取っていこうかなと。オッケー。アスパラガスやっていこうか。はい、やっていきましょう。はい。草削りっていう、はい。道具らしいんですけど、削れるわ。すごいね。初めて使うけど、わしはこれを。すごいね。削れ、これやったら、あったらめっちゃ便利やん。めっちゃ軽い、しかもこれ。アルミっぽいね。ちょっと僕のと交換しよう。僕の鉄っぽいもん、これ。それはね、あれなんだよ。あの、土かけるやつやからマルチで。あ、違うやん、これやったら、道具が。そうや。僕もやりたいわ、それ。やってみたい。待って。ね、すごいよ。段違い。そうです。お、すごい巻く。簡単よね、かなり。こんな道具があったんだと。めっちゃいいやん、これ。ね。あったら、草むしめちゃ楽になるの、これ。ね。庭とかに。そう、だから来週ちょっと、さつまいも、植えた。こっちかな。こっち、いや、こっちも、こっち全部さつまいも植わってるんで、ここが。ここの、草むしり、するときにそれ使ってもいいかなと思うんで。めっちゃ早い。早いね。もう全然近いよ。ね。腕疲れた。言ってることが全然違うんよね。びっくりしたわ、今。すげえな。ここに植えたらいいかな。アスパラガス。これでいいんじゃないかな。もうでいく？いや、いい、全然いい。この端っこと端っこに植えればいいんじゃない？うん。そうしようか。アスパラガスって。はい。しといて。じゃあ、アスパラガス入れましょう。はい。こっちこっち。僕だよね。ガスを組んでこいつは。じゃあ、これ、こういう草って結構川辺に生えてたりするけど、あれ全部アスパラガスなの？違うやろ。みんな喜ぶわ。いや、取らへんやろ、絶対。その辺が。アスパラガスが怖って。食べる食べる。全然食べる。マジで？君、山菜食べたことないの？山菜はね、食べへん。タケノコ好きやん、君。タケノコは山菜っていうのは自分で取ってっていうのは食べへん、基本。え？でも誰かが取ってても食べてねえで。まさやけどさ。一緒やん、やってること。川辺に生えてるか山に生えてるかの違いや。今何言ってるんや。いや、自分では取って食べへんや。え？取って食べへんや。食べるよ。タケノコ自分取って食べた。あ、タケノコはね。いいんじゃない。タケノコ美味しいから。じゃあ一緒やんけ。わらびとかあれ食べ物じゃねえから。いや、食べたことあるけどさ、うん、まあ美味しかった、やっぱり自分で。いや、僕無理やった。はい。アップしてる？止まってよ。おい。30のおっさんが穴を掘って。それだけ聞いたらやばいよな。30のおっさんが穴掘ってるだけの動画ってやばいよな。そうやな。あれしてねえってだろう。しかもさして面白くもないしな、その動画流されても。そうやな。なんかせえよってだろう。穴を掘って埋める動画。でも一番精神に来るらしいね、あれね。何が？穴を掘って埋めるだけっていう作業が。あ、そうなんや。何もなしてないみたいな。うん。よくないらしいよ。まあ、人によるんじゃないかな。うん、君はできると。僕は別に気にせん。それ、カラーピーマン EX。はい。フルピーレット。うん。よし、行こうか。ピーレットね。はい。EX と。エクストラだよな。そう。エクストラーやな。あと行く？行かない。もうちょっと深く掘った方がいいよ。本当？うん。一応深く掘ったくないよ。ちょっとね、それじゃ浅いかな、ちょっと。ちゃんと持ってあげて。愛情持って野菜に。もう愛情。純さんです。やっぱり、その、骨付き鳥を打った人っていうイメージが強いですよね、水戸の。あ、そうなの？水戸っていうか、その丸亀か。もう丸亀なんですけどね、あれ。でも、その水戸の、うん、その、なんていうんですかね。バイパス降りたとき、高速乗れたときに、うん、三豊市へようこそってやってるのは、かなめじゅんさんですよ。じゅんの方？ただ、じゅんじゃない、かなめって誰やで。知らん、聞いたことない。聞いたことない、俺。
そうか、純の方か。うん、純の方や。それが次、ズッキーニですね。花生えてるやん。うん。熱っ。ちょっとだけ花を取ってみましょうか。かわいらしいよね、花。うん。うん、ティッシュみたいな。ティッシュでね。しかもなんか使った後やんけ、そのティッシュじゃ。ブーン。暑いなこれな。こんな感じ？うん。そうか、三豊市は。はい。純が出身だよね。そうだね。金目の方の。そう、金目さんはねすごく有名なんで。うまっけど、観音寺が29度か。今日。なんでまあ大方30度ですよ今日。オッケー。はい、じゃあということでこれでとりあえず一旦ね終了なんで、金時と紅はるか、紅はるかなんですけど、鳴門金時は皆さん超有名だと思うんで、うん、こっちが紅はるか600円、こっちも有名です、ね、うん、紅はるかの方が高いんやね。そうやね、意外で芋って、うん、結構種芋とかさ、そういうイメージない？僕根っこのイメージ、根っこのイメージ、うん、だからこういうさ、つるを植えるって普通はね、まあ、あんまないよね、うん、まあ普通知ってる人はもうやっぱりここから植えるって知ってんねんけど、うん、まあ一般教養みたいなところよね、ここもね、うん、俺も知らんかったんやけど全然、あ、つるからできるんだっていう。で、まあそのこの間じゃがいものその本見てたんやけどさ、うん、農業の、うん、ちょっと暇やったから、うん、したらそのつるから植えた方が同じようなサイズのものができやすいんだって。あ、そう。そうで、理由は分かってないんやって。面白いよね、こんだけ農業してきててさ、みんなが、うん、分かってないことがまだあるってのが面白いね。そうやね、すごいよ野菜ってのは。ということでじゃあ植えていきましょうか。はい、はい。